皆さんこんにちは。香川県の今を生きる、今日は、ジョゼッペ・トルナトーレ監督、1988年制作イタリア映画ニューシネマパラダイスをは、フィーチャーして、そこからいろいろとお話を、ピアニストのチャック・シミズさんと一緒に、お話をしていきたいと思います。清水さん、どうもよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあまず、そのニューシネマパラダイスの、お話をちょっと筋書きから、はい、確かあれはあれですよね、まあ、イタリアの、はい、子供と、映写技師の、はい、おじさんのお話ですね。そうですね。おじさんっても他人のおじさんですけども、はい、まあ、最初の方は、まあ、その子供と主人公のその、うん、子供と映画技師の、はい、初老の映画技師の方との、まあ、友情を通して、はい、まあ、交流ですよね。はい、交流として、はい、それから、まあ、恋愛、はい、映画に対する愛、はいはいはい、それから、まあ、故郷に対する愛、郷愁、はい、まあ、まあ、それから、まあ、そういったものを、まあ、もろもろを絡めて、うん、絡めた映画ですよね。うん、そうですね。そのやっぱりその、なんていうのかな、最初はね、僕も見ててよくありがちな、はい、イタリアの子供と、はい、ほとんどの映画だなと思ってたんですけど、はい、実は違ったですね、最後の。そうですね、はい、まあ、最初のうちはすごいありきたりで、まあ、なんか、うん、まあ、子供とおじさんが仲良くなる、うん、まあ、すごい、それはそれでいいお話なんですけど、まあ、まあ、ありきたりな話 で、 そ、 で、ね、その後は恋愛、まあ、ちょっと、はい、まあ、多少ちょっと身分の違う者同士の恋愛、うんうん、これもまあ非常にありきたり で、うん、でその後、まあ、故郷を離れて、うん、それで、まあ、映画監督として出世して、はい、まあ、ここまではすごい普通な感じなんですけど、はい、まあ、最後の最後で、まあ、本当に何ていうか、すごく有名な演技、はい、コンモリコーネ作曲の愛のテーマ、はい、のをバックにして、うん、キスシーンが、はい、その永遠と流れるっていう、まあ、有名なシーンが出てきて、はい、出てきますよね、はい、やっぱりあそこでこう、はい、本当に帰っちゃうかなと思ったんですよね。あんまり状態がするんで、あ、ありきたりだし、はい、まあ、二流の映画かな、三流の映画かなと思った途端に、そのあのシーンを見て、はい、ああ、今までのこの退屈な、はい、やつがここで来たんだって思ったですよね、はい、やっぱりあのキスシーンは本当に昔その、うん、まあ、名画ですよね、はい、あれのカットしたところ、はい、そのキスシーンをカットしたところをね、いろいろ撮ってるわけですよね、はい、やっぱりイタリアのすごく保守的な田舎だったんで、うん、そのキスシーンがちょっとご法度的な面があって、そうですね、それであの司祭さんの判断で、はい、キスシーンだけ削除した、まあ、映画を見せられてて、はい、まあ、それで、まあ、大きくなってその、うん、その映画自身の方が、うん、主人公にそのあのキスシーンを集めたのを託したっていうのは、うん、それはどういった意味があると思いますか。やっぱりそこにはイタリアとかヨーロッパの方のやっぱりカトリックの影響があると思いますね、はいはい、やっぱりその結構田舎の方だと厳格ですよね、家族ね、そうですよね、はい、例えばそのね、アメリカだったら多分、うん、ああいうキスシーンなんかも平気で、はい、子供に見せちゃうでしょうけど、うん、そういうところも国益があるっていうところですよね。やっぱりなんていうか、そういったまあ、まあ、そこまでここはないけど、ちょっと宗教的な面もありますよね、うんうん、であとはやっぱり非常にまあ、子供と大人の友情、はいはい、これはどう、はい、感じられましたか。まあ、いや、やっぱりそのなんていうのかな、まあ、やっぱりイタリア映画でよくそういう、うん、なんていうパターンはあると思うんですけども、はい、それをね、やっぱり日本でもこう、はい、考えるとやっぱりその、うん、僕なんかの子供の頃はね、やっぱりああいうおじさんもいたんですよ、はい、うんうん、で、そのいろいろな面倒かけてくれたりね、僕なんかもその親父の友達でしたけど、おじいさんがいて、そのおじいさんがね、よく僕のことを面倒見てくれて、うん、まあ、僕病気したんですけども、その時もね、こう面倒見てくれて、うん、いろいろああしろこうしろって言ってくれたりして、はい、そうですね、まあ、主人公の少年は、まあ、ちょっと、まあ、お父様が、父親がいなくて、うんうん、まあ、その映画自身のアルフレッドが、うん、まあ、ある意味父親代わり、そうですね、で父親代わりですけど、まあ、ある意味なんかちょっと友人のような感じでありますし、うん、そうですね、であとはなんか、うん、
同じ仕事をするわけですから、うんうん、仕事 においてのまあ先輩って言ったのもあって、ね、まあ、なんかなんていうかその男性の、うん、年上の男性のなんか全ての面を、うん、そうですね、はい、まあ、アドバイザーっていうか、そうですよね、先生っていうか、はい、いいも悪いも、はい、まあ、キーマンみたいな感じもありますし、そうですよね、はい、でまあ、最後にその仕事をしたいと言った時にね、はい、そのダメだと、うん、君はそういう仕事をよりももっと別の仕事をしようと、そうですよ、ね、いうわけですよね、はい、うん、まあ、一度はその、うん、まあ、だからすごくそこが僕は印象に残っておりまして、うん、まあ、アルフレッドがその主人公に対して、うん、まあ、これは君の仕事じゃない、うん、君はこの仕事が好きで、うん、向いてるかもしれないけど、うん、これは君の仕事じゃない、うん、まあ、でそれがまあ多分後に主人公がこれを離れて、うん、まあ、都会に行って、はい、それで映画監督として成功するという伏線になると思うんですが、はい、この辺り その、うん、これは君の仕事じゃないというのは、うん、なんか香川さん的になんかグッとくるものとかはありますか、うん、ね、まあ、ありますね、やっぱり僕もその、まあ、ちょうどほら若い頃というか、まあ、高校生ぐらいの頃、うん、だん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 こう仕事を考えるじゃないですか、はい、でまあね、僕なんかも最初のうちは、ね、親父なんかに反発して、親父絵描きでしたけど、はい、まあ、反発してね、うん、それこそふざけんな親父の仕事なんかつってやねつって、もう学校も勉強もその美術系のほうは全然やんなかったんですけども、うん、結果的に今美術の方に行ってると、うん、あ、うん、まあ血だけじゃなくて、ね、そのセンスとか血だけじゃなくて、やっぱりなんかそこにねこう神の道みたいなのがあるんじゃないかっていうのは気がします。それはやっぱり香川さんが、うん、まあ、高校生ぐらいの時、はい、仕事を意識し始めた時は、はい、まさか今このようになんかいろいろと多方面に活躍している自分というのは想像はつきません。全然つかないですよね。全然、はい、はい、本当はね、その高校生の頃は海外でいろいろ例えば商社に入ったりして、うん、その貿易とかね、うん、で 海外駐在とかそういうのになりたいなと思ってたんですね、うんうん、はい、お袋はね、アナウンサーになりなさいって言ってたんですよ、うん、なんか声がいいとか言ってね、はい、全然だけどそういう意味はなかったんですけど、はい、でも今なんかそういうのミックスみたいな仕事になってますよ ね、 すね、ある意味商社の面もありますし、はい、ある意味アナウンサーの面もありますし、だから、はい、あの前親はそういう先見の面があったのかな、うん、はい、本人が分かんなかったなって気はしますよね、はい、あとやっぱりタイミングですよね、うん、やっぱりその主人公が途中徴兵で軍に行った、はい、で軍に行って、うん、まあ、戻ってきたらその恋人もいなくなってて、うん、はいはい、それで映画技師の仕事も他の方に取られてしまった、うん、はいはい、こういったタイミング、それでも都会に出たっていうか、うん、タイミングっていうのが重要ですよね、うん、本当に、はい、そうですね、はい、うん、でもタイミング自体がもう神によって仕込まれてたのかもしれない。なるほど。シンクロニシティというか、うん、はい、その、エンカウンターというのは分かんないけど、うん、それはまあ、大空先生さんがいろいろなものをお聞かせいただいたので、うん、そんな感じでね、はい、その、つまり、その、神なり、その、仏なり、その、宇宙の法則なりに、その、自分が組み込まれてるってことを僕は感じるようになりましたね。まあ、例えば、その、チャックさんとお会いしたことについても、そういう。そうかもしれないですよね。はい、そういう、なんていうの、うん、こう、なんか意志が働いてるような気がしますよね、はい、うん、自分の意志じゃなくてね、はい、その天地、はい、天然の理というか、うん、それを神というか、はい、うん、そういうものを感じますね、うん、チャックさんどうですか、そういう、そういうものを、例えば、まあ僕との関係だけじゃなくて、そういう、まあ、そうですね、うん、私で言ったら、まあまあ、やっぱり本当に人と人との縁って大切だなって思いますし、うんうん、人ある人を知って、でその人からまた紹介してもらった方、うん、でまたその人から紹介してもらった方って感じで、非常に何ていうか、そのつくづく縁は不思議だと思いますし、うんうん、仕事においてもやっぱりなんか本当になんかタイミングって言いますか、うんうん、そういうのすごくそうですね、大事ですよね、本当に。だからそのジャストタイミングの時にいろんなこうマッチしたことが来るのは分かってるんですけども、はいはい、うん、僕が一番ね、その友達とかそういうのもったいないなと思うのは、その時にちょっと待ってねとか言って、うん、考えてそのままポロッパラシにしちゃう、うん、結構そういう人多いんですよね。そうですよね、まあ僕なんかはそういう時には必ずまず
分かりました、じゃあ予定見てすぐ返事しますって、うん、はい、空いてたんです、そこでやりま すね。ところがそういう方はね、じゃあちょっと待ってくださいっつってそのままになっちゃうんですよね。残念ですね、うん、で例えば僕がそういうそのこの人に置かれと思って仕込みをしながら、うん、あのそういうふうに声かけてる時もあるんですよ、たまにね、うん、その時にパッと乗る人はそれで、ああいいね来たねっていうふうになるんですけど、うんうん、仕込みしてるのにもかかわらずこうちょっと待って今ちょっとできないとかいうふうになるとも、うん、ああこの人はやっぱりタイミング外す人なんだなって思うようになりました、うん、だからチャックさんにしても多分僕なんか仕込みはしなかったけども、あの、頭の中にやっぱりそういうなんか引っかかってたもんで、ね、ありがとうございます、それでこういうふうになってきたと思います、はい、ありがとうございます、はい、今の結構仕事のことしている方だったら、うん、はい、あの香川さんにいただきましたが男女の愛というのもこの映画のすごい重要なテーマだと思うんですが、そのあたりはこの映画に関してあの非常にあの、まあまあ、描かれているんですが、そのあたりはいかがでしたか、ご覧になって。男女の愛ですか、はい、いや僕は今そのね、病院を退院してしばらくして精神感染性の紹介で同じ病気の女性と結婚していますけど、うん、今もいますけども、はいはい、もう彼女はもう 10年、7、8年もう入院しっぱなしで退院もしてもらえない状況ですけど、うん、まあその中で考えるとね、はい、よくディボースしちゃおうかなとも思ったけど、うん、やっぱりこうなんかあるんでしょうね、つながりがこうできないですね、うんうん、なんでしょうね、その結婚、まあ最初結婚する時もまあ僕にはもうその病気のさなかでしたから、病気っていうかまあ病気治療のさなか、リハビリのさなかでしたから、まあ選ぶ術はなかったんで、まあもう一人しかいないから、もうそれはもう天のね、進めだろうと思って、もうそのまんま分かりましたっつって、別にその美人でもなんでもないですけども、結婚しました。それはなぜかっていうと、やっぱりそのタイミングと、それからその、付き合って何回かお話をしてそんなに悪い人間ではないってことが分かったので、ね、それなら何か一緒に暮らせそうだってことで、まあ、結婚しましたね。例えばその映画の中で、うん、はい、そのまあ、最初は交際する、はいはい、まあ、それで徴兵に行って帰ってきたらいなくなってた、うんうん、はい、このあたりもやっぱりなんかあのさっきおっしゃった天の導きとかそういったものもあるかもしれないですね、はい、やっぱりそれはその相手のうちが、ね、地元の有力者、はい、自分がお父さんがいない、はい、あのね、貧乏人の子供、はい、やっぱりその地域で言えばその格差があるわけですよ、うん、その地域で生きてるそういうお父さんたちはやっぱり、はい、そのね、あのなんてクラスをやっぱり見ちゃうわけですよ、はい、だからそこでやっぱり彼はその失敗でその成功しなかった、成就しなかったから表に出てって、うん、それ以上のレベルで帰ってきたわけですよ、はい、多分ね。だからそこでまあ別に見返してやろうと思ってやったかどうかは知らないですけど、うん、やっぱり多少あったんじゃないかなと思いますし、うん、はい、だそういうところだと思います、はい、要するにその、まあ、僕としてね、はい、やったら僕が親だったらそんなその地域のそんなレベルだなんて考えないです、うん、よっぽどそんな病状の悪い人はですね、うん、だけどちゃんと自分の娘がね、はい、きちんとした相続結婚したいと思ってるのがあれば、それでその男がねちゃんときちんとした仕事をして、それで何ていうのかな、悪いことをしてね、はい、ちゃんと別にその貧乏してるかもしれないけど、はい、それでも僕だったらやりますね、はい、まあ、だからそれがやっぱりちょっと昔の封建的なところが残ってたのかもしれないですね、はい、やっぱりあの、うん、すごい僕が印象的だったのが、うん、まあ、故郷を離れて、はい、まあ、30年帰ってこなかった、はい、1年、まあ、帰ってくるじゃないいじゃないかだからでは思うんですけど、はい、そこはどう思われやっぱり相当ショックだったんでしょうね、うん、心に傷つけちゃったり、あれだけ愛した人が、うん、そのね、一年結婚していっちゃったとかね、うん、親がそれを隠してるとか、はい、で会うこともできないうん、やっぱりそれはショックですよね。そこにはやっぱり自分はそれだけ、まあ、力、まあ後から発揮するかわかんないけれどもやる気概があって、それでその
そんな貧富の地域の中の小さい、はい、テリトの中の貧富の差が全然関係ないと思っていたにもかかわらず、それによってその左右されてしまった、はい、っていうことがやっぱり相当ショックだった、はい、それだからこう30年の階段、うん、その代わり多分そのローマなり大都会に行った時にその自分がその連中を見返してやろうとか、僕だったら思いますよ、見返してやろうとかね、そういう人たちの数十倍の男になって帰ってくるぞっていうふうには思いますね、うん、そうですね、やっぱりそこまでの覚悟があったからこそ、うんうん、30年も帰らなかった、そうだと思いますね、はい、でそれでもう本当にもう帰るきっかけとなったのが、うん、まあ、かつてのその、はい、まあ、友人でもあり、はい、父親でも、はい、代わりでもあり、はい、まあ、先輩でもあり、うん、まあ、師匠でもありみたいな方の意思で、うんうんうん、ようやくその帰る日が起きたっていう、はい、そこにそのきっかけがあったんでしょうね、うん、そこまでがまあずっと連綿と続くその背景みたいなものですよね、はい、 まあ、そこにはそのイタリアのやっぱり古さ、うん、その体質的な、はい、あと宗教的なやっぱりものもあると思いますよね、やっぱり、まあ、多分はそのカソリックとかそういうのがあるから、やっぱりそういうその体質的な、はい、古い体質みたいなものがあるんじゃないかと。そうですね、うん、どうですか、チャクさんはそのフランス行った時にやっぱり田舎行くとそんなこと感じました？いや、でも今はもうなんか21世紀で、うん、田舎にも行きましたけど、うん、そんなになんか多分でも住んでみたらまた話は別だと思うんですけど、うんうん、観光とかそういうので行く限りでは、うん、特にまあ感じたりとかはなかったですね、うんうん、はい、ただやっぱりまあ多分おそらく、うん、住むとやっぱりいろいろまた話が違うんだろうなっていうのは、うん、なんとなく見えてくるものはありましたね、はい、例えばそこの地元の女性との恋愛関係になったとか、はい、そうなるとまた違ってくるのかな。あとやっぱり住んでみると、うん、やっぱり皆さん外から一時的に来る方には親切なんですけど、うんうん、はい、実際住んでみるとおそらくやっぱり、まあ、地域って結構役割とかがあるじゃないですか、はいはい、あと、うん、この人にはこの役割、うん、でそれからちょっとはみ出すと、うん、すごいやっぱり昔でいうなんか村八分だとか、うん、はい、そういうのはちょっと排他的なのが、はいはい、感じます、うん、あとやっぱり、うん、多分外から来る人っていうのも、うん、本当あんまり入れたくないんじゃないかなって思います、ね、まあそうかもしれないですね、はい、日本もそうですよね、はい、昔はね、うん、はい、まあ、都会だともう誰でも OK、うん、どんな人が入ってきても分かんないっていうところありますけど、田舎のそういう社会に入るとやっぱりもうどこの誰大臣とか、うん、それからね、あそこから水だとか地筋だとか、いろいろ土地持ちだとかいろいろあるんだね、やっぱり、はい、そういうとこはやっぱりどうしても影響しますよね、うん、そうですよね、うん、はい、だからみんなその都会に出てくるわけですよ、うん、そういうふうな、そのもちろんそういう中のね、うん、権力持ってる人たちは別ですけど、そうじゃなくて、はい、虐げられてる人たちは田舎にいるよりも都会に行って、うん、それでまたチャンスをつかもうっていうふうになるわけですね、大事ですよね、うん、だから農家の次男坊とか三男坊とかそういう人たちはやっぱり都会にいるし、うん、とこはありますよね、はい、それはやっぱりもうしょうがないですよね、どこの国でもね、田舎がいいっつってもやっぱり暮らさないんですもん、そうですよね、うん、結局収入もない、はい、次男三男坊とね、うん、そしてその封建的なそういうのがあったりして、はい、こう差別されたりとか、はい、それはどうしても出ていっちゃいますよね、でまあ何十年、うん、日本でも結構そういう偉い人、そういう方いらっしゃるんじゃないですかね、はい、うん、そういうのはやっぱりこれと同じですよね、はい、そういう意味で、まあ話ちょっと戻しますけど、それでそのカソリックからその地元のそういう、テリトリーの中でこう例えば都市に出てる、僕なんかはまあ元々もう親はそういうタイプはい、なんですけども、僕自身はもう2世みたいなものですから、うん、その親がね、その私の母は、鹿児島から、まあ、家出同然という感じでした、うん、親父の方は絵描き目指して、その結構親父は裕福だったんですね、なんていうのかな、絵描き目指してお金もらいながら、仕送りかけしてもらいながら、うん、悠々自適で、その、はい、大学っていうか、あれは、はい、帝国美術学校、うん、今、はい、サビダム税収ですね、はい、そこに入ったんですよね、うん、
まあ、そこで東京で結婚してって感じですよ。それで、まあ、吉祥寺で僕は、まあ、兄貴もそうですけど、そんな感じですよ。だから僕なんかは2世みたいなところなんですよね。まあ、今はもう2世、3世多いんじゃないですか、そういう方の。そうですよね。まあそれで影響ってすごい大きいですよね、本当に。はい。まあそこから始まって、まあ僕のね、うん、まあ過去はあれなんですけども、こう今考えるとその映画のね、うん、この主人公となぞらえると、やっぱり僕はまあちょっと立場違いますけども、やっぱりそこでこう気質的な問題はね、やっぱり一緒ですね。はい、こうやっぱりこう僕も虐げられたところがあったんで、特に年間単位してね、仕事をやろうとしても、はい、まあ記憶障害とかそういうので全然できない、うん、それからその、うん、そういう大学卒業っていうところの、うん、資格があって、だけど周りの人たちは中学高校卒業で、その逆にそのジェラシーみたいなところがあって、うん、そのいじめるとかね、そういうとこから始まって、僕なんかもやっぱり、うん、やっぱりやったほうじゃないっていうふうになりましたね。結構そこはやっぱりニューシネマパラダイスの主人公としても重なるんですか。そうですね、はい、そうしてなんとか、まあ、今でもまああんまり大したことないですけど、だん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 となんか格好がついてきそうだっていうところまで来ましたね。まあ、はい、で、まあ、その格好がついたのこう、うん、つい 2,3 年前からですけど、はい、ね、やれば賞、うん、あの絵画で賞をいただいて、うん、まあ、今年の5月もそうですけど、新国立美術館で、まあ、展示されたとかね、あと今度12月には、写真でまた東京都美術館に飾られるってことになってきました、うん、はい、そういう意味で少しずつ、ね、こう先が見えてきて格好がついてきたってことがありますよね、はい、ただそれがそのいいか悪いかですから、うん、その信じないと分かんないですけど、はい、ただそれが僕にとっては神の道に、まあ今のこの仕事もそうですけど、神の道に乗っ取ってるような気がするわけですよ。これこの仕事始めようとした時に、その最初にその自分がかっこいいからとか目立つからとかいうことで始めたわけではなくて、やっぱりこう自分の過去の境遇から、そのこの仕事でそのいろいろな人たちに役立てられないかってことから始まったので、やっぱりそういうことはありますね。もうそれでもういろんな人と関わる、うん、本当にいい仕事だと思いますね、うん、はい、どうですか、そろそろあれですけど、はい、チャックさんの方になんかまとめ的な自分の、はい、そうですね、やっぱりこの映画を、うん、やっぱり映画を通して非常に映画に対する愛をすごい描かれてますけど、うんうん、はい、そうですね、はい、映画に対してなんかやっぱりまあ出てくる映画が全部本当にもう過去の、うん、名画ですよね、名作チャップリンもありますし、はい、他はなんだっけ、ドイツの、絆も出てきましたし、うん、本当に過去 の、うん、なんか監督 の、うん、ジュゼッペ・トルナトーレ監督の映画に対する愛がすごい、うん、そうですね、あれ全部多分見てるんでしょうね、名画、まあ、そうでしょうね、それでそのシーンを全部撮ってきたっていうところでしょうね、はい、じゃあそろそろ、時間なので、まあ、じゃあまとめに入りましょう、はい、まあこれで、我々が言いたかったことっていうのは、はい、そのニューシネマパラダイスを、見て、はい、そこに、現代社会、はい、それが監督の思い、はい、そういうものを、はい、含めてその現代と照らし合わせ、はい、我々と照らし合わせでちょっとお話をしたいということから始まってて、はい、まあなかなかちょっと中途半端にはなりましたけども、はい、そのまあ、少しは、ね、はい、話がつながるようになったと思います。まあ、これで前編を終わりたいと思います。はい、また後で後編をやりたいと思います。はい、じゃあ、どうもありがとうございました。ありがとうございました。今日は、ピアニストのチャック・シミズさんでした。どうもありがとうございました。失礼します。